おいしいご飯を作れば可愛いあの子もおいしいねってとびきりの笑顔見せてくれるよ。皆さんこんにちは、滝沢でございます。本日はレバニラ炒め、ニラレバ炒め、どちらなのかわかりませんけども、とにかくレバーとニラをこうね、ワッとしたこうサムシングを作っていこうかなと思います。シンプルに酒とニンニク、生姜、塩、コショウ、醤油とかで仕上げてもいいんですけれども、今回はちょっとね、こってりめに仕上げてみようかなと思います。材料がね、多くなっちゃうから、味付けが多くなっちゃうから、ちょっと大変かもしれないんですけども、よかったら真似してみていただければ幸いでございます。材料の確認、まずニラとレバー、これは必須ですね。で、あった方がいいものとしてはもやし。まあね、もやしあったらね、シャキシャキで美味しいから、まあ入れていただけるという感じです。で、味付けは、酒とニンニク、生姜と、あと醤油。これはまあ必須ですね。あった方がいいというか、ないとちょっと味がないんで、これはあった方がいいです。で、その他、ちょっとプラスアルファの副材料としては、みりん、ごま油、かき油、オイスターソースですね。あと、七味。この辺があると、またこうね、味がこってりするので、面白いかなと思います。よかったら真似してみてくださいませ。とりあえず、まあ、レバーを炒めていきましょう。レバー。豚レバー、国産豚レバースライス。お買い得 10% 引きっていうのをちょっと今回は買ってきてみました。まあ、本当はなんかね、いろいろとね、こう、臭み抜きというかね、した方がいいんですけども、ちょっと私は今回すごくめんどくさいので、そのまま、バババッと炒めていくことにします。バババッと炒めていきます。とりあえずフライパンを温めて、これが温まったら、油を入れて、で、お酒と生姜にんにくを入れていきます。やっぱそのレバーってね、その匂いが強かったりとかするので、その臭み抜きが必要になってくるんですよ。で、どの料理でも共通しているんですけども、臭みを抜くといったら、とりあえずまあ生姜と酒、これはもうね、必ず必要になってきます。なんか臭い、まあ、匂いの出るものって感じですね。匂いの出るものを調理するときには必ず、生姜酒で少し臭み抜きをしたりとかすると、美味しく仕上がるかなという感じです。覚えておいてください。臭み抜きをするときは、臭みを消すときには生姜とお酒は必須ということです。では、フライパンがちょっとここから温まってきましたので、レバーをちょっから炒めていこうかなという感じです。サラダ油を今回入れてますけれども、サラダ油じゃなくて、ごま油でも良いかと思います。ごま油を入れても全然美味しく仕上がります。こんな感じである程度1枚1枚広げたらお酒を入れていきます。お酒。しょうが。ニンニク。ニンニクは入れても入れなくてもどっちでもいいです。ちょっとね、酸味がつけられるときはたっぷりめに、人と会うときは控えめに、もしくはなしでいきましょう。こんな感じでしばらく火を通していきます。で、そんなことをしている間に、ちょっと洗い物をしつつも、ニラの方を切っていきましょう、ニラ。もし、段取りに自信がない方は、全然別でやっていただいても構いません。ニラ、切っていきます。根元の方をまずガクッといきまして、で、ある程度、食べやすい大きさに切っていくだけです。ちょっと角度を変えて。ほい。半分に切りの、で、悪くなってるここがちょいちょいあるので、ちょっと取り除きましょうか。ニラもね、悪くなるとね、すげえ臭いんですよね。本当に癖があるし。なんか本当に家の中でニラを腐らせたりとかすると、超最低なことになるので、鮮度には気をつけましょう。なのかな？で、切ったら、ちょっとこうね、パッと見るとすごいニラめちゃめちゃ多いように見えるかもしれないですけれども、炒めるとすごい傘が減るので、割と、こんなもんでもちょうど良いかと思います。お、そんなことしてる間に、レバーが炒まってまいりました。いい感じです、いい感じです。ニンニクと生姜の良い香りができておりますね。すごくいい感じです。すごくいい感じです。ちょっと、酒振っておきましょうか。
で、その間にニラをちょっと軽く水洗いをしんの、なんかな、で、こちらの方をふっくら片付けておきましょう。で、ちょっくらレバーが大きいところがあるので、これは少し切っていきましょうか。うん、まあ、それ大ぶりでも全然美味しく食べれるんですけどね、ちょっと大きすぎると少し食べにくい時もあったりとかするので、まあ、一口サイズに切ってあげるといいかなと思います。炒める前から切ってもいいんですけれども、炒める前ってほらふねふねしてすごい切りづらいじゃないですか。なんで、まあ自分としてはね、いつも、このある程度火を通してから切ったりとかするんですけれども、まあ、この辺は皆様のお好みに合わせてくださいませ。僕のおすすめとしては、ある程度火を通した方がね、硬くて、切りやすくなるので、火を通ってから、切る方がおすすめです。で、だいぶ火が通ってきましたので、味をつけていきましょう。端をまあバババッと入れつつ、醤油、あと七味ババッとね、ババッとね、ちょっとこのピリ辛に仕上げますよ。で、みりん、で、かき油、で、ごま油、で、若干砂糖、本当にちょっとだけ、一つまみって感じですね。ここからお好みで、鷹の爪なんか鷹の爪使う機会多いっすね。僕はすごいの、鷹の爪すごい好きな人もいるから。で、まあなんかこういうピリ辛した方がね、ご飯もすごい進みますし、いい感じだと思います。で、これでちょっと味を通していくんですけれども、味をつけていくんですけれどある程度こう火が通ってきたら、ちょっと味見をしてみましょう。どんなのかなと。うん、醤油がもうちょっとあるといいですね。で、これで味が、入ったので OK です。で、あとはこのニラともやしを入れて炒め合わせていくんですけれども、速攻で火が通っていくんで、結構あっという間に出来上がってしまいます。ちょっと今ね、ニラともやしがすごい傘が多いような感じがしますけども、意外とこの人たちしなしなになっていい感じになるので、まあ、それでも結構な量ですけどね何食分僕はこれからレバニラを食べ続けるんだくらい感はちょっとありますけども、こんな感じですね。で、ちょっと塩コショウを振るのが好きなんで、塩コショウを振りましょう。で、最後にお好みなんですけれども、片栗をちょっと打つと、味がすごい絡むので、さらにこってり系になるかなという感じです。よかったら真似してみてくださいませ。一番最後の仕上げに片栗をちょっと打ちます。そうするとね、そのタレ、味付けの部分がね、そのお肉とかニラとかもやしとかにすごいね、絡みつくので、すごいこのね、こってりした感じに仕上がるんですよ。こってりした感じ。お、まあ、だいぶいいんじゃないですか。すごいなんか美味しそうな感じになってまいりました。で、ある程度火が通ってくればね、全然食べれるので、この辺で片栗を打ちます。軽く回してできました。こんな感じです。で、これで今そうですね、片栗を入れたことによって、すごいとろみがついて、そのタレというかその味が、野菜とかお肉にくっついているのが分かるかと思うんですけども、こんな感じにするとすごいこってりで、ご飯に合うような味になりますので、よかったら真似してみてくださいませ。片栗ね、基本的に入れすぎなければ、なんとかなると思います。入れすぎてしまうとそれべちゃべちゃになっちゃしまうんですけども、不安だったならば様子見ながらちょっとずつちょっとずつ入れるといいかなって感じですね。ある程度慣れてくれば、そのこんだけ入れればこのぐらいとろみつくだろうっていう見当がついたりとかするんですけれども、その辺は好みに合わせて、別に片栗打たなくてもいいですし、
自分はいつも片栗打つんですけれども、まあよかったらそういうのを真似してみていただければという感じです。です。これで、終わりです。出来上がり。で、最後に、2倍的な意味合いで、胡椒でも振っといて、仕上がりという感じでしょう。で、もし、見栄えにもちょっとこだわるんでしたならば、こういうお皿についたね、この若干のこのタレというか、この汚れ、こういうのも取って、出してあげると良いかと思います。自分で食べるときはこんな綺麗にしないですけどね。まあ、人が食べるときとか、誰か友達に出すときとかは、こんな感じでやってあげるといいかなという場合です。てなわけで、今回は、ニラあればレバニラでございました。よかったら真似してみてくださいませ。ちょっと調味料が多いですけれども、やってみていただければという感じでございます。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら、バハハイ。